どうもお疲れ様です。それでは本日も暗号通貨ニュースやっていきましょう。コイン月光からですけども、ビットコインがまた急騰しましてね、860万超えましたね。やっぱ今までこれは見たことのない数値です。イーサリアムは史上最高値ってわけではないんですけども、もう50万円間近ということで、やっぱこの2トップね、大きいですね。で、さらにぐっと進めると、XRP もかなり値段を戻してきてるのと、カルダノが90円台ということですね。まあこれにつれてね、やっぱこう柴犬コイン、1月に推奨したコインもご覧のように上がってるわけですけども、もう概ね0.0016になってますんで、0.0014以下で購入しましょうと言って、その指標に従って購入された方、当たり前ですけども全員含み益ということなんでね。もう1月に仕込んだ方で、もう決済される方もいるんじゃないかなと思いますけども、柴犬はね、あくまでも1円ぐらいになんなくちゃ旨味がないかなと思いますので、まだまだこれからね、10倍、100倍、いやいや、1000倍になってくれないとなというところでございます。まあ正確には1000倍というよりもね、700倍ぐらいで1円には達するわけですけども、まあこのね、急騰ぶりすごいですね。特に今日、この24時間の。かなり固まってきたんではなかろうかと思います。